教会の一平和の聖マリア教会は、ローマにあるカトリック教会堂の一つであり、オプスデー族人区の俗人区長教会である。教会の本祭壇下には、オプスデー創立者聖ホセマリアエスクリバーの遺体が安置されているため、世界中の巡礼者が訪れる。なお、ローマの中心街には、同盟のサンタ、マリアデラペース教会という別の教会がある。イタリア語では、 キエーザ・プレラテジア・ディ・サンタ、マリア・デラ・ペース、スペイン語では、イグレシア・プリレーティシャ・デ・サンタ、マリア・デラ・パズ、英語では、アワー・レディ・オブ・ピース、プリレーティック・チャーチ・オブ・オーパス・デイと呼ばれている。剣道記念日は5月2日である。オプス・デイ本部の聖堂の一つとして1950年代に建設されたが、1982年にオプス・デイが、教皇ヨハネ・パウロ二2世によって、 俗人区として設置されることにより、俗人区長協会となった。教会法上、俗人区長協会は、教区の、いわゆる司教座制度を、イコールカテドラルと似たような役割がある。当教会での初見差は1959年12月31日に、聖補セマリアによって捧げられた。教会歴上、1月24日は、平和の聖マリアの記念日であり、 聖ホセマリアはこれを本部の聖堂の保護聖人として選んだのである。卓には次のように書き残している。聖マリアは、教会が呼ぶように、平和の元記載である。だから、あなたの心、家庭や仕事場の雰囲気、社会生活や国々の間で、騒ぎが起きるなら、平和の元記載、我らのために祈りたまえ、という叫びを繰り返しなさい。少なくとも、 あなたが落ち着きを失ったとき、試してみなさい。効き目の速さに驚くことだろう。現在、教会には以下の5名の遺体が安置されている。ありがとうございます。